どこの誰だか知らねえが、ケイスケさんにタメ口叩くのは10年早いぜ。仕方ねえ。つもりならちょっとだけ付き合ってやる。そこをこなくっちゃ。あのよそ者野郎にガツンと食らわせてやってください。あの音は86ターボか。コーナーの立ち上がりでついてこれんのか。なんだこの車、波のパワーじゃないぜ。本当に86なのかよ。何馬力出てるのか知らねえけど、86であれだけパワー出したら足回りが完璧に負ける。どこにすっ飛んでくかわからない車に乗ってるはずなのに、あいつ平然と乗りこなしてる。ダメだ、ついていけない。畜生、俺は兄貴じゃねえから詳しいことまではわからねえけど、こいつはかなりやる。いつまでも引っ張るとまずいな。なめんなよ、手抜いてんとぶち抜くぜ。ああ、やっちまったな。大してスピード出てなかったからよかったけど、三角板出して置いておかねえとな。降りてくる車が突っ込んだらそれこそ、いいとこだったのに水差しやがって。改めて仕切り直しをしよう。預けとくぜ。カッコつけやがって。世の中にはいろんなやつがいるもんだな。楽しみが一つ増えたってことだ。